メジロカモメは、チドリモクカモメカカモメ属に分類される鳥類。黄海やアデン湾周辺に生息し、英名の由来になっている。イエメン、エジプト、エリトリア、サウジアラビア、ジブチ、ソマリア多くの個体は渡りを行わないが、冬季に南下する個体もいる。全長39から43センチメートル。翼海長110から115センチメートル。 体重0.2から0.4キログラム。頸部から胸部にかけては灰色。翼は安灰色。腹部は白い羽毛で覆われる。目の上下に白い三日月状の反紋が入ることが和名や英名の由来。くちばしの色彩は赤く、先端が黒い。甲子の色彩は黄色。夏和は,は頭部が黒い羽毛で覆われる。冬和は,は頭部が灰色の羽毛で覆われる。 食生は動物食で主に魚類を食べる。沿岸のみならず沖合で獲物を捕食することもある。繁殖形態は卵生。密度の低い集団繁殖地を形成するが、数百羽からなる大規模なコロニーを形成することもある。岩や砂礫からなる海岸に巣を作り、1回に2から3個の卵を産む。油田開発による生息地の破壊、湯による水質汚染。 繁殖地に侵入した旅行者による卵やヒナの密漁などにより生息数は減少している。1985年における生息数は4000から6000ペアと推定されている。ありがとうございます。